高野菜も目さとりの使命はこの総踊りしかないんで ね, ねえ。そして64回よさこい祭り、はい、まあ、岡田さんもいろいろね、チームをご覧になったと思いますが、いかがだったですか？素晴らしいですね。205チーム全部が素晴らしい。そうですね。そして嬉しいことに全国からもこの全国大会も出場してくださってますもんね。はいはい、はい、もうありがたいことで、高知のそこをみんなで盛り上げてくださっているのは一番嬉しいことですよ ね, ね。そしてこのプロジェクトの発起人であります代表の泉さん、はい、泉さんは64回今年のよさこい祭りいかがだったですか？改めてよさこいの楽しさをすごくこう感じれた素晴らしい年になったと個人的には思います。踊りも大変だとは思いますけども、このねプロジェクトの取り組みもどんどんね広がっているんですよね。県内の小中学校、あと保育園もですね、はい、全てあの配布することができまして、いろいろな取り組みをそして何もしていない戸坂和夫さん、はい、私は一ファンとしまして、一ファン祭りのファンとして本当に4日間見届けさせていただきましたし見届けた、もう楽しんでおります私も。あ、どうだったんですか今年64回のよさこい祭りは？まずその雨が少なかったという中で、はい、熱気がもう天気以上に、そしてもう踊り頃の熱気というのは天気以上にありましたと思いました。ありましたと思いました、はい、興奮気味ですね。興奮しております。もう最後の報道でございますので、じゃあ加藤さん、はい、加藤さんの後ろに見てください。おしっこ一体が新庄君もいるし、土佐くんぴくん、はい、黒潮君もいるしね、ごめんね、全員の名前言えなくて、うん、ね、見た、こういったメンバー、そして踊り子の皆さん、これ加藤さんに聞いてるの、何チームが集まっているんですかね？友達のチームは聞きたいけど、205チームです。205チーム、はい、205チームの思いを乗せてみんなに踊っていただきましょうね。では加田さん、はい、アーティストグリーンが私たち高知のよさこいのために作ってくださった曲、最後お願いします。それじゃあこの第64回よさこい祭り高野祭全国大会含めて総踊りで締めたいと思います。皆さん踊るぜ踊るぜ、
昭和29年にお隣徳島の祭りに負けない祭りを作ろうと始まりました。この原点、清張鳴子踊り、踊りましょう。鳴子の打ち納め、いよー